市の松川貴則と申します。今日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、もうとっとと行きましょう。ごめんね、昨日はですね、おじさんにですね、ちょっとお呼ばれしましてですね、まともに始めよう。そうそうそう。ね。それでですね、まあ、メンテ中に、実はオフラインモードをちょっとやってみたかったんですけど、もう、寝てしまいましたね。はい。僕24歳なんでね、ちょっとそこら辺はですね、ちょっと、勘違いしないようによろしくお願いしましょう。そしてですね、結構がっつり寝たんでね、まあ、わりかし元気です。 はい。ということでですね、どっから始めるかっていうと、そう、ジュレットのルーラストーンのクエストをですね、クリア、鎧の騎士を倒してクリアして、あと報告するだけなので、ジュレットに向かおうと思います。向かってクエスト報告ですね。はい、していきます。よしよしよし。ジュレットじゃない。レンドワーク。ちょっと待って。共通点が海だけってね。ごめんなさい。いや、カジノに不正はないです。カジノに不正はない。レンドね。はい。ではでは、もう、たたっとね。かかっと行きましょう。かかっと。よし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 。そうそう。不正はなかった。いいね。ですね。さーて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 。どっちだっけ？北だっけ？南だっけ？北だった気がする。行こう行こう。とりあえず行こう。来たー。行きましょう。でも最近来たー使わないな、でも。来たーって思うことがあんまりないからな。今日カジノ行くかどうかはもう本当に僕の気持ちというか、テンション次第ですね。あまりやりすぎてもね、こうなんかこう、番外変換ないけど。はい、倒しました。錆びついた剣をわしに見せてくれるかな。はい。おお、やはりこの剣は、そうか、そうじゃったか。見間違えるはずがない。これはわしの相棒の、あの時、別れた。あいつの剣じゃ。魔物の前にあいつは逃げろと言った。わしは一緒に逃げたかったが、あいつは二手に分かれてエンドアで合流しようと。うわ、めっちゃかっこいいじゃん、この人。あいつの言葉を信じてわしはずっとずっと、この町で待っていたのじゃ。ありがとう、キマール。ようやくわしは相棒と再会できた。わしの旅はこれで終わりじゃ。このルーラストーンも必要ない。約束通りお前さんに譲ってやろう。わあ。なんか、そう、マッツンはですね、デコ広いです。もともとデコ広いです。はい、デコ広し。怒られそうですね。はい。角度の問題かな。普通に見たらこんな感じかもしれないですね。まあ、もともとおデコは広いですね。あの姿見るみたいな。ごめんね。だってとクリアして、で、ここら辺の人にみんな話ができます。そう、前髪で隠そうとすると逆にハゲに見えるからね。やめようと思って。人ではないね。我が輩は騎士レモンハルト。かっこいい。名門レモンスライム家の跡取りだ。無論悪いスライムではない。安心したまえ。ふるふる、僕悪いスライムじゃないよ。我が輩は超一流の人物にまみえることで、騎士としての見聞を広めるためこの地までやってきたんだ。どうやってその人物を探すのかなって？簡単なことさ、超一流の人物にしか解けないクイズを出して探せばいいんだ。だけど今はクイズの問題を考えているところでね、時が来るまでこうして待っていてくれ。考えてないんかーい。
考えてないんかい。お、あれなんだっけこの人。なんか、一回出てきたような。それにしても、すごい、ワルキューリ、一体何キューレなんだ。うん。ベジーク・ベジセルク。強戦士に勝利を。ズッキーニだよね。絶対ズッキーニだよね。キュウリじゃないよね。どっちかというとね。魔性より入れし、凶悪なる幻影たち。すなわち、凶モードのボスに鉄槌よ。我は凶モードのボスを倒し得る強戦士ベジセルクを選定せし者。その名をワルキューリという。キーエンブレムを持つ者よ。何時には強戦士ベジセルクとなる資格がある。ベジセルクとなった者には、強モードのボスといつでも戦うことができる伝説の書物、強戦士の書を与えよう。へぇ。何時、誉れ高き者よ。我の出す試練を超え、強モードのボスに挑み戦う強戦士ベジセルクになってみる気はあるか。ほう。なんか、わかんないけど、すごいベジタブルな感じですね。野菜人。ベジーク、ベジセルク。強戦士に勝利を。何時ならそう答えると信じてよぞ。これより何時にはこのワルキューリ自らがベジセルクの心得を聞いて解いて聞かせる。準備ができたら今一度我に話しかけるのだ。ベジセルクの方向を受けました。ほうほうほう。強モードボスっていうのがあるんだよね。はい、はい。今一瞬なんか光ったな。強戦士ベジセルクが強モードのボスと戦う場に自在に赴くための書物。それが強戦士の書だ。強戦士の書には何時が過去に通した者たちの名が記されており、書を使って戦いたい者を選ぶと、選んだ相手との戦いの場合、誘われる。その際、何時に仲間がいるならパーティーリーダーが仲間に誘うことで4人まで戦いの場合を赴けるのだ。ほうほうほう。サポート仲間をそのまま共に連れて行けるが、たとえパーティーの人数が4人より少ない場合でも補充されることはない。くれぐれも用心せよ。はい。覚えた覚えた。強戦士の聖域という名の異教だ。ほう。強戦士の書を使って聖域に行って、奥にある塔場へと進んで、そこで待ち受ける強モードのボスと戦うのだ。ほう。どうだ、これで説明は最後だが、ベジセルクの心は覚えられたか。うん。塔上かな。うん。ベジーク、ベジセルク。うわぁ。なんか、フルリ、やめよう。フルリ、ペンペンペン。ベジーク、ベルセルク。ベジーク、ベジセルク。ああ。ベジセルク。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ベジーク、ベジ、ベジセ、セルクね。ごめんね。ベジーク、ベジセルク。はい。あ、はい、いきます。ベジーク、ベジセルク。なんか、あるよね。なんかこう、お店でもなんかこういうキーワードを言うと、なんかこう、安くなりますよ、みたいな感じで、あ、ありがとうございます、みたいな感じで、なんかちょっとだけ、なんかこう、なんか普通の対応されて、あ、はい、ちょっと、あの、割引お願いします、みたいな、そんな感じの空気になるやつ、あるよね。うんうん、そうそう。おお、高らかなる双方向、強戦士、ベジセルクよ。何時の誓い確かに聞き解けたぞ。さあ、今こそこれを何時に授けようではないか。強戦士の書、来た。あ、終わった。これで受けれるようになりました。ズッキーニ美味しいよね。わかる。城や町の中で空が、あ、ここからありがとうございます。城や町の中で空が見えている場所なら、道具大事なものに入っている強戦士の書を使って強戦士の戦役に行きますよ。もう一度強戦士の書を使うと、こちらの世界に戻ると思いますよ。一日に何回でも挑戦できるけど、紫色の宝箱が手に入るのは、強モードのボスにつき一日に一回だけ。各強モードのボスっていうことは、3体ボスがいたとして、3体とも倒しても紫の宝箱3つもらえるってことか。な。ちょっと遊んでみようかな。試練の門のボス、わかんない。それぞれ、1週間に1回だけ倒すことができる。倒すと次の試練になるまで戦えない。ほうほう。倒したらね、倒せるとは言って。
今週まだ試練の門のボスを倒していない人がパーティーリーダーなら再び試練のボス。おお、なるほどね。グローリーベジセルク、強戦士に栄光あれ、行け戦い、強戦士ベジセルク。僕はベジセルクになってしまったらしい。よしよし。ディスペアイから契約に行こう。よし、じゃあ行ってみよう。ちょっと待ってよ。どうせだったらマックスで行こう。あ、一回かけてみよう。よしよしよし。悪いファーラットではない。レベル20以上の冒険者だろ？君のような勇気ある冒険者に僕からお願いがあるんだろう。実は僕、このアストルティアと、アストルティアとは違う世界に住んでいたんだろう。僕のふるさとはモコモコの楽園といってとても楽しくてモコモコの世界だったろう。でもずっと昔、こっちの世界で魔王がやっつけられたとき、その仲間たちが僕の世界に紛れ込んできて、楽園を入るたびに構造が変わる魔法の迷宮に耐え、その迷宮の主として住み着いてしまったんだろう。リーチ一発。だから君のような勇気ある冒険者を探して憎き迷宮の主をやっつけてくれるようお願いしてるんだろう、チートイツ。やってくれるかな、少数士。よし。配信 NG だろ。これ、でもなんか、とりあえず受けとくだけ受けとくである。うん。顔配信に変えます。その時は顔配信に変えます。お、魔法の迷宮はこことは別の世界だから特別な決まりがありまして、説明しておきます。ほう。魔法の迷宮の中では必ず4人で行動するんだろ？もし君にサポート仲間以外の仲間がいるなら、パーティーリーダーが仲間を誘うことでパーティーの仲間と一緒に行くことができるの？あ、オートマッチング、オートマッチングインスタントダンジョンだから、もうなんか、ん？4 人、あ、なるほどね。組んでいったら、もうそのままその4人で魔法の迷宮いけるけど、お一人様でも、別に、4人でなんかこう、相席大丈夫ですかみたいな感じで、こう、確認、お席が決められて4人でいけるようになるわけだ。なるほどね。もし君にサポート仲間4人、仲間以外の仲間がいるなら、パーティーリーダーが仲間を誘うことで、パーティーの仲間と一緒に行くことができるの。サポート仲間以外の仲間が4人に足りないときは、僕がちゃんと4人になるように仲間を見つけ出すから心配しなくて平気の。ほうほうほう。サポート仲間は魔法の迷宮には連れて行けないけど、迷宮から戻ってくればちゃんと元通りいるから心配なの。あと魔法の迷宮は土地の世界の人が入ると40分しか存在できないんだろう。おお。40分の間に主を倒し、間に合わなければ、こっちの世界に戻る。ほうほうほう。一度迷宮に入ると、主倒すか全滅するか40分が過ぎるので絶対に戻ってこない。待て。待て。危ない。ちょっと待て。いや、まあ、顔配信になってもいいんだけど、とりあえず、わかった。じゃあ、なんかこう、試しに、まず、強モードボス行って、魔法の迷宮に顔配信で行ってみよう。マッチングしたら、許可ちょっと取ってみようかな。それでもいいのかな。行き先に迷ったら、イエローダイアリーを使うか、直接私に会いに行く。ああ、これ、サンビタリア。はじめまして。私、ロンデのフレンドのドロシー。悪いモコモコ獣じゃない分。私たちが住んでた楽園を助けてくれてる冒険者がいると聞いてあなたに協力したくなったんだ。分。魔法の迷宮のある人を呼び出すコインかカープ。なるほど。どういうことだ。ごめん、分かんなかった。そうだね。ほう。あー、なるほどね。こいつと戦いてから、こいつを出してくれっていうコインか。
なるほど、わかりました。もう名声レベル上がった。さて、さてさて、じゃあ行くか。行くぞ。とりあえず、多分ボコボコにされるで、この強戦士の書を使いましょう。じゃあ、強モードボス。あ、なるほどね。ギルギッシュか。ギルギッシュだけか。一応試練のもんのボスね。あー、なんかやばそうな、やばそうな人がいっぱいいるな。強モードボスでギルギッシュにしよう。なんかこういうのあれだよね。あった。あ？オッケー。おー！熱い。30分後に証明します。おおほほ。なんかさ、FF8 に魔法のランプっていうものがあってですね。あ、オーレンさんとギルギッシュ今日。あ、なるほどね。どうしようかな。とりあえずゲームがある。して、うん！待て待て待て！おぉすげえ。はあ。リュウキーマジか。ちょっと待ってね。どうしようもないな、これは。くそ、一発当ててやる、一発。ほらミスミスでした。あう !292。キマールは死んだ。スイーツ。スイーツマジか、強すぎたよ、強すぎました。ああやっぱりダメだったよ。話を聞いた結果はこれだよそうだね、強くなったらまた来よう。ってことで、はい、すいません、しばらくですね、僕のこのハイギアをちょっと気にしながら見ててくださいね。いや、いいえ。はい。でですね。仲間を探しています。てん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 。仲間を探しています。てん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 。裸に行こうとじゃないよ。中にちゃんと来てるから。来てます。太陽剣使えそうだなのはやめてください。下履いてますわ。はい、履いてますよ。安心してください。履いてますよ。見えてなくない？はい。ほうほうほう。なるほどね。配信しているのですが、うん、ですか。あ、いいですよ。あれ？これさ、横にいいですよもらったんだけど、これ、あと二人はサポートかな。そうです。私が初心者大使です。大丈夫？
ありがとうございます。それではですね、許可をいただいたんで、画面に戻します。ということで、サポ2人 の, セフィラさんと一緒にですね、魔法の迷宮を進んでいこうと思います。よろしくです。初魔法の迷宮なんだけど、これはどうしたらいいのだろう。行こうか。とりあえず行こうか。あ、なるほどね。迷宮初めてだったっけ。迷宮初めてです。この回では MP 消費なし。おう。戦えばいいのか？戦えばいいのかな、これ。えい。全部倒さないといけない。なるほどね。敵全部倒せばいい。よ。ん？この人強い。すごく強い。爆裂剣だ。よし。あと2匹。戦火烈光剣。えい。よいしょ。ガンガン行こうぜ、ガンガン。外来好きだね。やっぱポップが一番好きだね、やっぱり。せい。よし、行きますか。なんかある。ウルベアキルか。うまし。アバンストラッシュクロス。とかね、こう交差点がめちゃくちゃ破壊力があるみたいな。40代じゃん。でもアニメが始まった年に一応生まれてるからね。代々のアニメが代々のアニメが始まった時に僕が生まれた年です。91年なんで。うん。だから、いや、違う。本当にだよ。本当だよ。本当に、うん。よし、じゃあもう進んでいきましょう。さあ、そう。これが91年生まれ。あとか。あ、はい。あ、ありがとうございます。
邪魔しました。お、よし。ん、4匹いるのかな。こっちにいる。ありがとうございます。ええ。もうなんかこう、ぶっちゃけいじられた方が、個人的になんかこう、気持ちが落ち着くっていうか。そうそうそう、いじられてなんぼなんぼ。竹槍兵。うん、芸人ではない。芸人ではないぞ。いじられたいっす、確かに。わかる。もう、ずっと。24年間、ずっといじられてる。よし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 。おー、びっくりした。背中を見てるだけ。覚えよう。そうだね。すごい。殴り倒していく。セフィラさんが。殴り倒していく。あれ？あと、あ、こいつだ。そうだね。12歳から12年間だね。うん、あ、こいつ、あれや、あの、アロエ鬼だ、アロエ鬼。アロエ鬼と同じ流れだ。よいしょ。さすがセフィラさん。誕生日9月23日ですね。秋分の日です。ん？まだいる？まだいた。おお、オニオンたち。失礼。あ、俺待つんだか。あ、満タンか。はーい。なるほど、パーティーリーダーだけ満タンができるのか。ゴールドストーン。よしよし。23日って乙女座なの？なんかね、乙女座っていう流れと天秤座っていう流れがあって、俺は途中から野次馬プラスを見てですね、天秤座だと心の中で思ってたんですよね。ん？何？なんだこれ？お、おお、びっくりした。なんだこれ？あ、なんだこれ？ん？いいもの持ってる。お、倒した。お、なんか来た。お、小さなメダル。やったぜ。と、こっちもか、こっちもか。えい。ん？こっちは何もないのか。へぇー。はい。いやー、美味しいですね。なるほどね。シンボルいただけなの。そういえば今日、あの、いぶきちゃんのカジノ会を見たんですけどね。レイド倒しましたね。笑い袋を。ん？なんだこれ。条約層、やったぞ。うまい。魔法のコビ。あ、これだけ？あ、まだ続きますね。あー、この、
冬って感じしますね。お、なんか綺麗な宝石とかがある。さあ、これからだ。これからなのか？よっしゃ、行こう。そうそう。で、途中でね、なんか、運を全部俺が持ってったとかいうことを言ったんですけど、多分、あれですよ。ドラ派の運を全て掌握してるのは、きっとリュウキちゃんですね。ええ。ん？なんだこいつ？ん？ボスか。めっちゃ。行くぜ。えい。まあ、なんか強そう。ちょっととりあえずブレが。おお、びっくりした。押せねえ。やばい。めっちゃ重い。まあ、それはそっか、当たり前か。ヒロハルか、次。プレス使うの、こいつ。じゃあ、こいつ。せい。紫色の宝箱。やったぜ。迷宮のあるじをらっつけたの。魔法の迷宮のあるじを倒すと1日に1回だけ特別な紫色の宝箱。ほうほうほう。あるじを失うと5分で消滅する。お疲れ様でした。セフィラさんのおかげでした。で、すごい金。初魔法の迷宮ってところです。記念。セフィラさん、ありがとうございました。さてと、お、でもすごいな、これ。冬って感じ。よし、出よう。あ、全員出ないと拘束しちゃうのね。なるほど、なるほど。それは失礼した。さてと、魔法の迷宮と共ボスやったでしょ？そしたら、福引き？あ、報告してない。迷宮の主をやっつけたの、君ならできると思っていたんだろう。これで僕の故郷もちょっとだけ元の姿に近づいたかもしれないろ。でも迷宮の主は他にもいるろ。しかもあいつら不死身の肉体を持っていて何度でも蘇ってくる。何度でも蘇るさ。よし、君だろ。これからも君に迷宮へ行って迷宮の主をやっつけてもらうろ。この魔法の鍵は君にあげるろ。それさえあれば好きな時に魔法の迷宮へ行くことができるんだろ。
あ、これでいつでも行けるようになったのか。ありがとうございます。どこへ行こうというのかね。魔法の目行きます。お城や町の空が見えている場所なら道具の大事なものに入っている魔法の鍵を使って魔法の迷宮へ行けるの。仲間が今結構似てた結構似てたロムスカウルパロなんちゃらラピュタだみたいな3分間待ってやる。仲間がいれば仲間と一緒に行けるし、仲間がいなくても僕が運命の仲間を見つけるから気軽にチャレンジできるの。魔法の迷宮へは一日に何度でも行けるの。ただし特別な紫色の宝箱が手に入れば一日に一回だけ。途中でどうしても先に進めないと思ったら迷宮の中でもう一度魔法の鍵を使えばこっちの世界に戻ってくるの、うん、ただし魔法の迷宮をやめてしまうと次に入るまで時間がかかるようになるから途中でやめるのはお勧めしないの。今日のムスカ補給されたってどういうことだ。もう毎日補給してるのムスカ分は。これからも仲間たちと協力して迷宮の主をやってほしいんだろう。ありがとうございます。みんなで魔法の迷宮に行くっていうあれが増えたね。10分ペナルティー。なるほどね。10分頑張ってやる。みたいな。あれってなんか、弾切れたからなんかブラフで、ハッタリで行ってるところあったらしいね。よし。ちょっと待って。なんで歩いてるんだ。なんでこの人ミューウォークしてるんだ。そう、卵目の時間稼ぎ、ウルベア金貨売ります。ゴールドスポーンも売っちゃおうかな。ちょっとバザー行こうかな、行くか。そう、なるなる。フェスでもよくなる。出品しに来た値段をつけ直す。出品。ゴールドストーン。はい。お、結構高い。1000円だな。じゃあ2個。で、2000円ね。はい。店売りでいいの？あ、マジか、ちょっと待ってよ。ですね、出品を取り上げる。はい、ゴールドストーン。はい。それを売るなんてもったいない。なるほど。お、なんかいる。ふふ。勉強になりました、手数料。そうですね。うんうん。あ、これで30人か。結構増えたな。あ、わかる。たわいない喧嘩して、それ気に入ってあるね。20万。そろそろなんか交換できそうだな。壺錬金ギルド。もうランプ錬金ギルドとはまた別なの。壺錬金職人に興味があって私に会いに来ちゃったりしたのかな。いや、偶然です。壺錬金っていうのはね、すでにある装備品にいろいろな錬金効果を後からプラスしちゃうすっごいギルドなの。ほう。片手剣には攻撃力アップや会心率アップ、武器ガード率アップとかが付けられる。ほう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 。しかも、その装備品の出来の良さの星の数だけ錬金効果をつけちゃうことができちゃうのよ。ああ、なるほどね。これが星の数。あ、ちょっとやってみようかな。あなたは今調理職人をやってるように見えるんだけど、二股は絶対にダメ。二股は絶対ダメですよ。二股は絶対ダメですね。ええ。二股は絶対ダメです。調理職人は辞めちゃって、壺錬金職人になりたいよ。なりたいっていうわけじゃない。なりたいっていうわけじゃないんだけど。別にちょっと、まぁ、あ、ちょっと見てみよう。OK、うん、それじゃあ、あなたには壺錬金職人になるためにテストを受けてもらうのよ。あ、ここからありがとうございます。
いや、戒めとかじゃなくて、もう普通にね、その、普通にダメです。浮気はダメです。あら、テストがあるなんて聞いてないって顔してるわね。誰でも職人になれるってわけじゃないのよ。でも大丈夫。つぼ錬金ってどんなものかをちょっと体験してもらうだけだから。ちょっとだけ、ちょっとだけだから。受けます。げんこつだけ。ちょっとだけ。なんだげんこつだけ。あなたはやるって言うと思ったら、まずはつぼ錬金用のレシピ帳をあげるわ。初心者用の基本的なやつね。初級攻撃力アップ錬金術。そのレシピ帳を道具から使うことで、つぼ錬金するときに必要なスマイルレシピを覚えることができる。ちょっと待って、ちょっと待って。僕は何もしてもらいたいって言ってないです。変な風に解釈してはダメですよ。はい。そのレシピ帳を道具から使うことで、つぼ錬金するときに必要な素材のレシピを覚えることができるわ。うん。レシピ帳は、中のレシピを覚えると消えてなくなっちゃうけど、そういうものだから気にしないで。レシピ帳の内容を覚えたら、また私に話しかけてくれるから。よしよしよし。じゃあ、げんこつだけは取りに行きます。ちょっと、笑いすぎてどういう内容かわかんなくなっちゃった。レシピ帳初級攻撃力アップ錬金術。あ、なるほどね。初級攻撃力アップ錬金術。ツボ錬金職人のためのレシピ帳。はい。あー、なるほどね。どれどれレシピは覚えられたみたいね。こんなに素直に私の言うことを聞いてくれる人は久しぶりだわ。ちょっと待って。ちょっと待って。俺のアリーナがいつもこんな感じではない。ですっけ。ないですっけ。ですっけ。よし、どれどれ、レシピは、覚えられたみたいにね、こんなに素直に私の言うことを聞いてくれる人は久しぶりだわ。うんうん。覚えたレシピの内容は、戦歴の職人レシピブックを見ればいつも確認できるからね。そうだね。自分で言っといてなんだけど、大体こんなもんですね。大体こんなもんだわ。他にもレシピを覚えたいなら、牛丼の中の素材屋でいろいろ売ってるわ。安いレシピ帳から揃えるといいかも。うんうん、この銅の錬金壺を受け取ってくれるかな。え？壺を受け取っ、いくらだ。あー、もらっちゃった。錬金壺が絶対に必要です。錬金壺は使っているうちにガタが来て壊れちゃうことがあるから、ずっとは使えないから注意すること。うわ、壺。私が渡した銅の錬金壺は初心者向けの安いやつだから気にしないでガンガン使っていい。初心者向けの安いやつ、かっこ安いとは言ってない。錬金壺を壊したりなくしちゃったりしたら自分で用意してね。素材屋でも売ってるから。うん。うん。星の数だけ付けられるけど、装備品の種類によって付けられる効果が決まっているわ。なるほど。武器を選ばないと付けられない。そうか。防具には付けられないな。この武器をあげちゃうわ。どうのつもり。錬金効果をつけるのは私があげた武器でも他のでも構わないわ。錬金に備え、必要な素材だけギルドの素材屋で買うか、自分で用意してね。ギルドやあちこちの街にある大きな壺が壺錬金を説明。周りの壺を調べれば壺錬金の始まりよ。詳しい手順は設備を調べるときに説明を読めるからそれを参考にすること。わかったわかった。オッケー。じゃあ、今銅の剣もらったんですけど、どうだったら、もう時期的に多分そろそろ買い替え時なので、もう28レベルでしょ？何かしらあるだろう。ゴールド。あ、預けない預けない。引き出したい。引き出す。2万ぐらいあれば。で、マッケイさん。どうも、マッケイさん。ギャンブル職人。あ、そっか。やっぱり成功を確認することがあるわけ。両手剣で、28レベル。あ、やっぱり28。鋼の大剣、タイマの太刀、ブラッドエッジはレベル30とか。そしたら、ん？あ、
没収されちゃうのね。あ、なるほど。没収されちゃうのか。鷹の段。あ、いや、やめよう、やめよう。怖い、なんか。あれはトラウマだからやめよう。てんてんてん、ゲル。てんてんてん、ゲル。で、壺錬金どうやってんだっけ。あ、ここか。今の錬金壺。はい。銅の剣。はい。攻撃力。素材が足りない。で、げんこつだけと妖精の粉か。これが素材。妖精の粉と、はい。げんこつだけ。サバンナの水。げんこつだけ。はい。地下あんの？地下なくね？2階はあるけど。ちょっと行ってみようか、そしたら。なんかある。げんこつだけ。おー、買ってしまったがいい。がしかし。お、なんかある。ポーリア様からの仕事は今やってます。あ、でもまあ、エンチャント職人もまあ、ありっちゃありか。どうしようかな。アミさんの聖地。ここでも練習できる。よし。まあいいや。とりあえずこれで錬金をしてみよう。どの錬金とか。どの剣。攻撃力プラス2。はい。ん？あれ？この曲どっかで聞いたことがあるよ。どこだっけ？なんか壺の中に何かをいっぱい入れてグツグツ混ぜて、なんかごちゃごちゃになって何かが生まれたような。ヤンガスだっけ？まあいいか。錬金の遊び方の説明です。ルーレットの針を回して、針が青のエリアに止まれば錬金成功。青のエリアに止まれば錬金成功。グレーだったら錬金失敗。ほう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 。成功確率プラス。おお、すごい微妙に成功確率が上がった。ん？集中力が足りない。よし。いくぜ。これ、運、あ、運なんだ、これ。はい。くるん、くるん、くるん、くるん。あ、うん？あ、うん？おお。成功したの？止まれ止まれ止まれよ！ちょっと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 危ない。ギリ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 。なんか結構惰性がすごい、なんか、長くてびっくりした。ちょっとびっくりした。あの装備品を錬金しますか？ああ、できんだ。シャドウエッジできんじゃん。まあ、いいか、シャドウエッジある。せい。職人のオーラが感じられるんやから。壺錬金のやり方も理解したようだし、オッケー、ギルドマスターの私があなたを壺錬金職人として認めちゃう。記念に私の愛のこもったプレゼントをあげちゃうからもらっといて、これからも頑張ってね、決まる。あざす。あざす。あざす。ちなみに、例えば、剣作ったりとか、刀とか作る職人っているよね。あれって自分の名前とか入るのかな？入るんですかね？入るんですね。ほー。ほー。
錬金も名前入る。私ね、ちょっと悩みがあるの。あなたのやる気と素直さを見込んで、今度、相談に乗ってもらえないかな。いつかその時が来たらね。私も自分磨きに頑張るし。あ、大事なことを忘れていたわ。壺錬金をして職人としての経験を積んでいくと職人レベルが上がっていくの。最初は攻撃力プラス2しかつけられないけど、それで経験を積むこと、職人レベルが上がればいろいろな効果をつけられるようになるわ。はい。なるほどね。なるほどね。わりかし心の中では、ちょっと武器鍛冶職人になりたいなっていうふうにちょっと思ってますね。なんかそれ以上になんか魅力的だな、これと思ったら、別に思うけど。名前と日付が残る。うん、グレンか。ということで、もう武器変えます。とりあえず。いや、なんていうか、あのね、ですね。そう、あの、なんていうか、こう、僕がいないときに、なんかこう、僕の刀がこう、活躍するみたいな、その、なんかこう、ロールプレイがめっちゃ好きなんですよね。サガフロ2とかも、マヨツバもですね、ほんとね。マヨツバっていうか、もう、なんかこう、ね。そうなんですよ。両手剣。で、そう、ギュスターブとかめっちゃかっこいいよ。で、どうせだったら台湾に立ちましょうか。あ、そうなんだ。面接違うから。あ、そうなんだ。ちょっと待ってね。ちょっと一回見てみようかな、そしたら。装備。シャドウエッジ。ん？ここに名前入るのかな？バツ。こうか。あ、ほんとだ。なるほど。ここに名前が入る。これはサラさんが作ったシャドウエッジの。すごい、ロマサカ3じゃん。多分これめっちゃ使ってるから、だから多分汗と涙の結晶がすごい溜まってるから、ね。で、もうとりあえず一回シャドウエッジを、錬金すると結晶取れるかも増える。へぇー。じゃ、とりあえず、何？俺が新しい剣を買うよりも、シャドウエッジを一回強化して、やった方がいいのか？ん？ちょっとわかんなくなってきた。よし、とりあえずまあいいや。あ、ハイナツデビューしよう。たまにくらいもわかる、それで。ちょっと見てみよう。コメントを追っかけていい。なるほど。まあいや、わかりました。じゃあ、とりあえず、新しいのを一回。あー、シャドウに錬金して使い込みを上げて取り出して新しいのを買う方がいい。なるほど。まあ、じゃあ、とりあえずいいや。なんかちょっと新しいの買います。一回新しいの買います。買わせてください。タイマーの立場を見てみます。たっけ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 あ、でも刀なんだ。うわぁ。もうプラス、
悪魔系にダメージプラス 10%、 攻撃時 2% でルカリ、 2% でルカリ、ルカリっていうものになるのか、ルカリ、あ、魔法だよね。で、攻撃力プラス2。ちょっと鋼の、見せてください。あ、安いなぁ。あ、失礼。ちょっと待ってよ。今一気にコメント来たわ。びっくりした。ちょっと待ってね。7、ニコニコ。いや、下ネタ言ってないでしょ。僕は下ネタ言ってないです。言ってない。一言も言ってない、そんなこと。よし。ってことで、えい、サーバー10かな。じゃあちょっと延長しておきます。えい、よし。でね、今ね、見たのがね、鋼の大剣がわりかしかっこよかったんで、鋼の大剣買います。安いし。あ、敵の良さも見れるの。星2以上で、両手剣。ほう。これタイムです。ふん。うん、もう体力落とす。あ、結晶が取れる個数とかがあるわけだ。これにしよっかな。でも高えな。どうしよう。高えな。どうしよう。それいい？でもコスト対効果いいのかな。じゃあこれにしようかな。じゃあこれにしよう。はい。おお、かっこいい。これ使い込みましょう。これを使いまくって、溶かして、結晶にして、売ればいいのか。エスト近いお値段？マジか。まあ、いつか、いつか、いつかなるだろう、どうにか。
さっきのシャドウエッジは、うん。結晶にしようかな。預ける。預けない。すごく見てこれ、とりあえず。出品しに来た。値段をつけます。出品とりあえず行った。なんもないか。なんもないな。一回見せ売りしてみよう。あ、そうなんだ。結構簡単なんだ、土地と家買う。これ結晶の個数が1個だったら、どれだけ使い込んでも1個しか取れないってこと？じゃあこれ使い込み度を上げても、そうだよね、使い込み度上げても結局1個しか取れないんだよね。あ、錬金して6、ん？そうだよ、一回、じゃあ分かった。じゃあ試しに一回錬金してみよう。錬金で、シャドウエッジで、こういうプラス、あー、妖精の粉。はい。で、錬金。はい。シャドウエッジ。特技。成功確率プラス。成功確率プラス。成功確率もプラスできません。はい、いきます。スイー。カリ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 。おお、で、あ、なるほどね。50回やると50使い込み度で1結晶取り出せて、で使い最大がこう2になったから、100で最大数2個取り出せますよってこと。あ、ここがありがとうございます。なるほどね。100にすると2個取れるのか。汗と涙の結晶っていくらぐらいなの？これ。2256、186、186。あ、なるほどね。そしたら、使い込めば取れる。2000円だったら、素材ね。あ、素材の方安くなるような結晶が見れる。そうかそうか。待って、素材のそばか。ちょっと見よう。単価2300円、400円前後。なるほど。ほう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 。早朝だと2400。なるほどね。
オッケー。時間によるの。うん。まあ、そっか。手数料引かれるから、まあ、2200円ぐらいになる。ちなみに、防具だと今、俺の防具どれぐらい出せるんだ。俺の汗と涙はどれぐらい取り出せるんだ。取り出せないのか。使い込みのが足りない。ああ、なるほどね。もう使い込めると。そうだね、消費税は怖いね。うん。あ、思ったんだけどさ、いや別に多分、あ、いや、いいや、大丈夫。多分大丈夫だけど、マイコーデに登録してるからって別に結晶の使い込み度上がんなかったりとかしないよね。問題ないよね。うん。そうだよね。そしたらみんな使わないよね、マイコーデだと。一応、なんか思いついて、自分の中で完結して、でもまあ気になるだろうから言っとこうか、みたいな、そんな感じでした。で、ウルベアを打ってくる。ウルベアを売りまして、ゴールドコインを売りまして、コインじゃない、ゴールドストーンを売りまして、はい。ってところですかね。広告ありがとうございます。ウルベア、ウルベア。てん、てん、てん。審議中。よし。待ってよ。あとはいいかな。預ける。審議拒否。いいか、とりあえずこんなもんで。なんか使い込みを上げて結晶を取り出そうかな。そしたらまだ防具は。シャドウエッジはどうしようかな。取り出してもいいし、使い込んでもいいし、でもな。まあ、いっか。置いとこう、とりあえず。武器は比較的上がります。そっかそっか。あ、マイコーデ装備だよ。見る？こんな感じで、銀の胸当て、腰だれ固定、ブーツにして、体験。ですね。見たくないです。すいません。すいませんでした。そしたらどうしよっかな。ここまでやったでしょ。ちょっと待って、一回広場見るか。同格以上なら毎回必ずだから。一応スタンプ見るもん。うんうんうん。なんかね、もうスタンプ結構埋まってきてんだよね。1と2と3と4と5、7、8、9、10、11、12、14、15、24。か。あ、24なんだこれと思って、強ボス戦いたいか。うん。一応スタンプは押されてるんだけど、一応スタンプは埋まってるんだけど、全然戦えてなかったみたいな。ボコられボコられみたいな。じゃああとは、預かり所に入れられるアイテムを増やしたいっていうのと、上の倉庫追加計画。ドレスアップをしたい。装備袋の容量を大きくしたい。スキルポイントを振り直したい。黒い宝箱を開けたい。さっきしたよ。許可取ったからね。許可を取りました、パーティーメンバー。レベル50よりも上のレベルになりたい。特訓モードでスキルポイントを得たい。特訓モードになるための試練。でもレベル50以上。くそ。
やっぱ髪型を変えたいに行き着くんだよな。そうそうそう。マジリクのルーラストーンは終わりました。じゃあ、髪型、アロエオニーに、再戦を挑みに行こうかな、そしたら。ええ。あらすじとしてはですね、僕は髪型を変えようとしたんですけど、髪型を変えたいくらいで、アロエオニーのを倒してきてよって言われて、アロエオニーを倒そうとして、広いデコは直したいですけど、直せないんで、諦めてます。諦めてます。広いデコは諦めてます。よし。で、アロエオニオ。諦めたらそこで試合終了だよ。リアルカミーロは変えたことある？あります。あります。役作りで、アプリの話、アプリの舞台のお話が来て、赤色だったんで、モチーフが。髪を真っ赤に染めたことがあります。ツイッター参照。去年の8月、9月かな？うん。そう。転職クエもありですけど、とりあえず髪型を変えていこう。赤が結構好評でした。うんうん。それでそんなデコに、もともとだ。もともとだわ。もともとだ。よし。心理戦抜き。幸運を呼ぶサロン。ドアチャッカ大陸の、エルトナ大陸の切り替え装備。間違った。違う。グレンだな。ただガズランかな。よし。でも心なしか、なんか、メットをかぶった後あたりからなんか、後あたりというか、メットをかぶった時に結構来てたような気は、する、する、します。はい。でもそこから逆に言えば、プラスにもマイナスにもなっていな、いいっていう、感じかな。察しすぎだろ。察しが早いな、みんな。お金預けました。わりかし、なんかこう、不自由ない程度に1000円ちょっと持ってます。よし。切り替草原に向かいます。アロエオニを倒しに。あ、でも。ちょっと待ってよ。まあ、いっか。とりあえずこれで一回行ってみよう。サポそのままで一回行ってみよう。では。あ、どっかに出張神父いた。祈る。祈ります。あ、祈る？はい。乗り物に乗りながら、顔が見えねえ。キュマールの顔が見えねえ。あえて借りないスタイルに行きます。股間。行くぜ。いや、行くぜ。行くぜ。いや、負けない。私は負けない。負けないから預ける必要がある。
大丈夫大丈夫。大丈夫だ。ドラゴンボールで生き返れる。スイー、スイー、スイー。とりあえず、いけるいける。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。報告ありがとうございます。あ、この人は。やばいやばい。絶対やばい、絶対やばい。絶対やばい。あかんあかんあかん。絶対あかん。絶対あかん。絶対あかん。え？何の話ですか？あやなさんのお友達なわけないじゃないですか。ではもっと南へ南へ進んでいきます。へい。スイー、スイー。いや、でもドルボードあると楽でいいね。ね、そう遠くない未来に帰ってくると、アマウイよ。さあ、そろそろ、アロエ鬼が、アロエという、あ、そうなんだ。よし、いた、あのように。まあまあ、待って待って待って。超薬草、超元気玉、うんうん、いくか。なんかつけれるもんある？特になし。特になし。さて、いきますか。聞いて、アロエリーナ、ちょっと言いにくいんだけど、お命ちょうだいいたす。行くぞ。ほら。仲間を呼ぶ前に死んでもらう。よっしゃ。ほら、もう強い、もう強い、攻撃強い。ほら、よし、いけるいける。呼ばなきゃいける、呼ばなきゃいける。ほら、よし、やったぜ。でも落とさない、だが落とさない。もう一回。なんだ、なんだこいつは。とりあえず仲間の呼ぶ系を先に潰します。激しい方が危ない。よいしょ。やめろ、友達を連れてくるのやめろ。ほら、桃田に怒り、やばい。それはまずい。ああ、早い、早い、早い。桃田くそ、よくも桃田を。
とにかく呼ぶ前に。ん？死んだ。よし。お前を倒して、アロヨニ様ご一行は、全滅の最後というわけだな。ほら。あ、ドラスラ。ドラゴンスラッシュ。えい。やったぜ。え、まだ出ないの？まだ出ない。てい。魔物の群れが現れる。やばいやばい。とりあえずアロエを最速でぶっ飛ばさなければ。なんで、デビンユートさんなんで来るんですか？やめろ。やべ、イオだ、イオだ。近寄れよ。ああ、クソ。やってしまった、ごめんなさい。ああ。ほら。サファイアの MP がな。なんだと。悲しみを背負ってる。えい。よし。清水かな。よいしょ。はい、人気がやばい。あざす。えい。アドラスラ。アイスラー。よし。なんだ。デビュー機の HP を回復さし、HP じゃ MP だ。ああ、数をですね、もっと増やせなかったね。出ないねー。次こそは。あ、やべえ、2匹はやべえ気がする。ありがとうございます。応援ありがとうございます。誰、よっしゃ、あとせい。せい。だ、いっと。いけるいける。いけるぞ。いけるぞ。全然いけるぞ。全然いけるぞ。ほら。しゃあ。もう攻撃させん。うん、そうだね。武器強くなったから結構余裕できたね。セイ。ふん、仲間を呼ばない貴様らなど取るに足りぬわ。やった。出た。マジカルエッセンス。来たぜ。お前を待っていた。ありがとう。ありがとうなのだ。それはですね、ファンタジーの舞台がありましてですね。あ、リザードマンじゃん。ちょっとさ、このメンツでリザードマンに挑戦してみよう。この間はバトルマスターさんが
ビッグ先輩がいたからね。今度こそ。ドラゴンスラッシュ。ドラゴンスラッシュ。縦ガード、くっそ。ドラゴンスラッシュ。お前、ドラスラでボコるわ。おら、何？おら、やばい、リュウキちゃんが。大丈夫？よし。はい。やったぜ。いけるね。全然いけるね。よし、じゃあそろそろなんか命の危険を感じてきたからいくか。ルイラストーン。メギストリスへ。ん？なんだと、行かせないだと。君は、やばいやばい、この流れはやばいぞ。やばい、やばいぞ、ABC はやばい。モーターだ、モーターもやばい。てか MP が全体的にやばい気がする。え、リュウキちゃんが死ぬのはまずい、本当に。まあ、いけるか。ああ。よし。まだだ、まだだ、まだ終わらん、まだ終わらんよ。リュウキちゃんの MP とサファイアの MP がやばいから、やべえ。D、これはやばいな。戦略的撤退かな。A を処理して、勝つんだったら A を処理して、もう逃げるのも視野に入れつつ、やばい。あれ。ナイス、あざっす。ちょっと待って、今アロエロに何匹いんの？ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、それはきつい。やばい、これはやばい。あ、やばいな。いや、生き返った瞬間に、生き返った瞬間に、あ、MP 足りねえじゃん。やべ。あ、リュウキ生き返ろ。あ、違う、リュウキ、違う。あー、リュウキが、あー、あー、やべ。ありがとうございます。ああ、ふう、危なかったよね。悪いな、俺は勝ち逃げする主義なんだ。ここで終わりにさせてもらうぜ、ネギストリスね。ふう、ズーボーハン、ありがとうございました。